最近出たパンダナナさんの新作のガチャの開封をしたいと思います。まずね、ガチャガチャ回してちょっとびっくりしたのがカプセルのサイズの小ささ。普通のカプセルはこんぐらいの大きさで、まあ、ちょっとこれはパンダナナのカプセルではないんですけど、まあ、大体このぐらいのサイズだったんですよ。まさかのちょっと半分以下というかね、半分ぐらいのカプセルということで、だいぶ中身がちっちゃいのかなっていう気がしますね。ラインナップの紙はこちらです。植木町2019ということで5種類出ているものですね。アメリカ、ニューヨーク、デンマーク、コペンハーゲン、ジャパン、フランス、パリ、エジプトという植木鉢のミニチュアなんですが、上にこうね、都市が載っているっていうものですね。結構不思議ですよね。デザイン的にはすごく可愛くて結構気に入ってますね。もうパッと見の感じからしてこれはいいんじゃないかっていう気がしていたので、うん、すごくいいなと思ったんですけど、ちょっとね、小さいんだよね、思っていた以上に。本体がこちらで、今当たったやつがこれがアメリカのニューヨークですね。植木鉢のフィギュアっていうんですかね、意外と汚れた感じの加工までされてて結構リアル感はありますね。で、中身のこれ、おっと、で、湯の女神のこれがちょっと曲がってしまってるんですけど、まあこうお湯でやればちょっと治るかな。まあそれはちょっと後で直すとして、ニューヨーク、ニューヨーク完成。ちょっとね、ここがやっぱ気になっちゃうけど、まあ治るでしょう。クオリティとしてはすごい小さいからこそ余計びっくりみたいなパターンじゃないですかね。これこの小ささなのにこのクオリティっていう部分なんでしょうか。これもね、相当ちっちゃいぞっても受けてたんですけど、うん、まあでもこっちの方がさらにちっちゃかったね。うん、まだこっちの方が大きかったっていう、ちょっと不思議なやっぱりこれは小さすぎだよね。うん、だって200円で300円だよ。はい、では2つ目、はい、フランスのエッフェル塔が当たりました。おっと、今回のこれも曲がっています。やっぱカプセルが小さすぎるんじゃないかな。曲がっちゃってるね、これすごい変な曲がり方してるんですけど。で、植木鉢はこれは全部一緒なのかな、もしかしたら。植木鉢のパーツは同じっぽいねはい、うん、植木鉢の造形といい形も一緒ですね。で、こっち側から見るとまあそれっぽく見えるかな。まあ、なんかこっちから見るとちょっと歪んじゃってるんだけど、これはなんか直せば直りそうだな、簡単にちょっとこっち目に癖つけとけばちょっとなるかな。うん、はい、クオリティすごい、200円とは思えないクオリティの高さですね。やっぱり細かいよね、どれも造形が全てすごい。手前が革っぽくなってて箸だよね。すごいね。こっちはなんかまだ歪みがそんなに気にならないかな。うん、自由の女神はちょっとこれちょっと面白い感じになっちゃってるね。3つ目はじゃん、お、ビル、高層ビルに富士山で雷も、おー、日本、これが日本か。あ、こちらの3つが当たりました。植木町というね、結構ダジャレっていうかね、ネーミングセンスがやっぱりいいですよね。今回は3回やってきて結構ね、いいの当たったんじゃないでしょうか。フランスのパリのエッフェル塔に日本でしょ、でアメリカっていうね。で、今回はやっぱカプセルの小ささが気になったのと、だってはもっといろいろできるもんね、これで自分では勝手に思っちゃうんだけど、この植木鉢に乗ってる街っていうのはすごく面白いんだけど、街じゃなくてもいいもんね。逆にあの植木鉢の中をちょっとくり抜いて地下を見せるとかさね、できそうだし、だからこそいいっていうのももちろんあると思うんですけど、すごい可能性のあるガチャガチャに見えました。うん、いいね、本当にいいと思う。気になる点といえば富士山がね、こんなに急なんだろうな。いや、富士山ってわかるんだけど、なんか山の形がちょっと富士山っぽくないなって、そこはねちょっと気にはなりますね。セルの小ささからして、わ、これちょっと外れかなって思っちゃったけど、そんなことはない、全然とってもいいガチャガチャでした。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。